大阪府堺市の南海堺駅付近で 工業用の水道管から水漏れが発生していますこちらつい先ほどの映像ですけれども激しく水が噴き出しているのが分かりますこちらは大阪府堺市の南海堺駅付近だということです激しく水が溢れていてそして地面には水も溜まっているのが分かります辺りには人も集まってきています堺市上下水道局によりますとこの水道管は大阪広域水道企業団が管理するものだということ 断水の可能性は今のところないとみられます。